すんません、適当に答え出すんで正解してもらって、それダメだよ。どう、それ許せない。何言ってんだよ。それは許せないな。てんだ。そりゃわかんねえ。違う違う、ダメ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 。シロタンスキー、いや違う、全然違う話にならない。勝手に作んなよ。ポープすんな。呼吸魔人の M 社と申します。はい、先の二人は魔人界の中でも雑魚中の雑魚。ええ、あなたの少しは楽しめそうだ。うん、ですが所詮人間の浅知恵、ズバリ的中して差し上げましょう。20問目ぐらいないか。人物、いいえ、いいえ。そこどうせえろお前。3人がかり。3人よりも文字の知恵という言葉をご存知ですか。うん、頭のいいものでなくても3人集まって相談すればいい知恵が浮かぶものだという意味です。うん、結果はもう見えましたね。あ行で始まる。ひらがなで4文字ですか。いいか、うん、はい、そうです、そうです、はい、はい、どうすんだ。うわーこいつのホラー作戦。がだから、いいえ。いや、はい。うん。家業だ。帰ってきちゃった。いがぐりっていう意地悪な質問。ああ。もう浮かべちゃったから。おお。そっか。キャラクター。うん、キャラクター。うん、よしよし。もし万が一カンニングしてた場合は、これでシャットアウトできるはずだ。うん、そうだよね。そうだ。違います。男です。いいえ、男。うん。よし。ジャンプ作品。ジャンプ。うわぁ。難しいと思うぜ。何来るかな。サカちゃんの発言がヒントになってるでしょ。でも分からんと思うよこいつ。うん、全然分かんない。この3人のやつ、この質問来てる時点でもう空を飛ぶことができる。全然飛ばないよね。全然飛ばないよね、あいつらね。全くも。残念、ドラゴンボールじゃないんですよね。違うんですよね。わかんねえ。キレた。ちょっと待ってね。おお、僕らアキレーター出すか。YouTube 関係者。いいえ。いいえ、はい、いいえ。男性。男性、はい、はい、はい。で、お前も悩むんかい。そうじゃないか、こいつら。え、なんで。もうな、こいつも。アニメになっている。なっている、はい。なってる、なってる、なってる、なってる。主人公。いいえ。いいえ。来た、来た、来た、来た。学校に通っていますか。通っていません。同じこと聞かれてるけど、こいつは犯人じゃねえか。いいえ。はい。いいよね。うん。週刊少年ジャンプに関係ある、ある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 。だってそれワンピースに関係します。してない。全く違う。関係してないね。ワンピースじゃない。10年以上前からある作品ですか。そう。ある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 。昔からあるわ。ジョジョのキャラクター。いいえ。いいえ。ジョジョではない。おもろ。ドラゴンボールの登場人物ですか。いいえ。いいえ。違います。黒髪、黒髪だ。黒髪でよ。黒髪だ。うん。はい。特殊な能力を使いますか。使います。めっちゃ使うよあいつ。うん、いいえ。え、じゃあ使うでしょ。あ、だ使いますか。はいか、ごめんごめんごめん、うん、危なかった。忍者。いいえ。いいえ。絞ってくるね。悪役ですか。悪役です。はい、はい、です。え、ほん、あ、切れた。あの、思考停止してんじゃん。職業、お坊さんですか。お坊さんではないよね。お坊ではないね。違う。いいえ。ハンターハンターのキャラクター。いいえ。いいえ。何かの大会に参加してる。参加してますね。参加かけてます。うわー、正解だ。天才だ。マジか。本作は天才だ。すげー、当たってるわ。当たってる、当たってる。で、お前らはどうよ。タイミングおかしい。もしもし。あ、もしもし。もしもし。あ、いや、どうでした、イクネーター。うまく動きましたかね。まあ、うまくは動きましたよ。ちょっとなんか、不正感があって、今。若干ね。うん、呼び出させてもらったんですけど。今どこにいるんですか、ケイさん。じゃあ僕、逆に質問させてください。今、ケイさんはどこにいるんですか。え、あ、うん。札幌です。札幌。札幌K さんが今いるのは、はい、幕末志士オフィスですか。
これ正直に。はい。はい。じゃあ、幕末オフィスにいるんですね。はい。放送中、Kさんは、そのパソコンを起動して、放送を見ていましたか？はい。自分の開発用のパソコンを起動して。もしかして、それを見て、Kさんが質問文を書いて、その答えを、リザルトを返せば、僕の方のイクネーターのゲーム画面にそれが表示されますか？はい。はい、すべて。いや、これ、坂本の魔人は答えをお見通ししましたよ。うん、裏で僕が操作しました。でもさ、これさ、はい。あれじゃないの？これ、Kさんだけになってるけどさ、うん。はい。これ、あんたも噛んでんじゃないの？あんた？坂本ちゃんより。いや、僕は噛んでないよ、別に。また僕は噛んでないよ、別に。これの、イクネーターの、はい。まあ、今、はい、Kさんばっかり言ってるけど、はい。共犯。途中もさ、なんかさ、俺の頭の中の質問のやつあるじゃん。はい。あれもさ、なんかさ、俺頭の中で一生懸命隠してるのに、うん、なんかここの会話で、こうちょっと、広げようとしてたかなとかっていうのもね。全部Kさんの独断でやったことです。すいません。何よ、何よ。直前まで頑張ってアキネーターを実装、はい、僕とKさんで実装しようとしたんですけど、うん、どうしてもデータベースの部分に噛むことができず、はい、最悪これはもう、手動でやりましょうとそそのかしたな。はい。本当に申し訳ございません。さすが、マジン、ね、中岡ネーターは何でもございません。マジン。今後あのイクネーターの中に操作は中岡さんにお任せするというところで次回からこれ皆さんに配って ねイクネーターとなんかサカネーター2つにこう尋問されてる感じがあったんよね。正直さっきも LINE で K さんに、うんうん、これはトグロ弟ですって打ち込んで送ったのは私です。さすが中岡ネーターは何でもお見通しですね。やっぱりそうか、今なんか触ってる。さすが、四天王に、知恵で勝つた中岡さんは、大したものだ。次回から中ネーター。次回からもう何でも見通しろ、中ネーターに。昔勉強しなくてもね、はい、何ぼでもいけない。そうだ、そうだ。そうだ、そうだ。漫画の知識だけあればいいんだよ。まだ来週の放送でお会いしましょう。うん、お相手は、坂本龍馬、そして、中ネーター発案者中岡慎太郎、そしてイクネーター K です。どうもありがとうございました。いや、お疲れ様でした。また来週から頑張りましょうね。面白かったよ、でもかなり。頑張りましょう、頑張りましょう、頑張りましょう。今度はねちゃんと作ってきますんで、ちょっと飲みに行きましょう。それはよ。